皆さんこんにちは、伊藤塾塾長伊藤誠です。今日は4月から伊藤塾専任講師を務めていただいている岡口喜一先生に来ていただいています。予備試験受験生のための要件事実講義を担当していただくんですが、その講義の中身等について少しお話をいただいたり、これからこの講義どんなふうに進めていくのかな、そんなことについてもお話しいただけたらなというふうに思っています。先生、簡単に自己紹介お願いします。岡口喜一です。よろしくお願いいたします。民事裁判の裁判官として30年ほどやってきましたが、それが終わりまして、これからこちら伊藤塾の方でお世話になることになりました。平日はいつもこの伊藤塾の本館渋谷の方に来て仕事をさせていただいてます。ここの仕事以外に、例えば本の執筆とか原稿の依頼なども、今結構多く来てまして、そういうのを、それを、やりながらっていうことになったり、あるいは土日はいろんなとこから講演の依頼とかありますので、ちょっと土日はもう全国を駆け巡っている状況なんですが、私の本業としてはここの、伊藤塾の専任講師ということですので、毎日ここに来て、どうすればね、私は本当にまだ素人なんですが、どうすればその受験指導というのを、より効率的なものにできるかとかね、そういうのを日々考えながらここで仕事させていただいています。これからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今ね、先生、その素人ですけどもなんてね、お話いただいたじゃないですか。でも川口先生はずっと昔から教えることってすごく興味関心ありましたよね。例えば東大入って、で大学生なら本来授業を受けるんだけど、もちろんそれもそうかもしれないけど、むしろ受験指導、当時大学生受験指導されたりだとか、それから書記官の方にね、現役の裁判官の時も書記官の方にこう指導したりだとか、そういう、教えるとか教育っていうことはずっとやってこられましたよね。はい、結局私大学時代ね、あんまりお金なかったもので、結局近所の子どもたちにね、勉強していたりしてたんですが、自分自身ね、司法試験の勉強しながらそれやってて、あまり時間がない中でね、そういうのやってたんで、子どもたちにね、いかに効率よくね教えるかっていうね、こちらでいろいろね、テキストを作っちゃったりとかね、当時からそのやってまして、そういうのをね、自然に自分はね、やる機会が多かったのかなと、そういうのがね、積み重なって今に来てるのかなってね、そういうのは感じますね。そうですよね。だからもともと何かやっぱりこう人にね、分かりやすく教えて、その人たちがこう理解して成長していくっていうこと自体に、やっぱり私たちもそうなんですけど、こう喜びを感じるっていうかな、そういう素地がもともとありますよね、先生には。いや、そういう、たまたまですけど、そういう機会が多かったですね。例えば裁判所の事務官の方にね、書記官の試験教えてほしいって言われて、それで皆さん集まってもらって、実は私も、自主的にそういう勉強会開いてたりしてたんですけど、そのためのね、ウェブサイトで答案のダウンロードができるようにとかね、まだブログとかもない時代でしたけど ね、その頃からそういうのを活用してやってたりとか、そういうのがね、たまたまですけど、そういう機会が多かったのは確かですね。そうですよね。ですから私なんかもこの伊藤塾来ていただいてね、そういう教えるとか教育への情熱っていうのかな、思い、そこをね、先生と共有できるというのはすごく嬉しいんですよね。本当に今回良かったなと思ってるんですが、全然、本題とは関係ないんですけどね、昔私こんな本を、昔というかね、これ2018年なんですけどね、2018年に伊藤誠を教える司法試験予備試験の合格法なんで、こんな本を出したんですよ、2018年。で、Amazon の売れ筋ランキングっていうので2位になったんですよ。売れ筋ランキングで2位になった。その時の1位がちょっと手元にないんですけどね、先生の要件事実要件事実というもので、当時第2版だったんですけどね、それが1位 で私がこれ2位 で、ワンツーフィニッシュみたいな感じだったのは、いつも講義で、憲法の講義でちょっと岡口先生まだね、ご紹介したりなんかするときに、こんなすごい人なんだよっていうのを紹介するときに、いつもこの本と、それから岡口先生の要件事実も紹介したりしてるんですが、やっぱり岡口先生は要件事実じゃないですか。そもそも要件事実、今回の講義もそうなんですけどね、その要件事実ってそもそも
どういうことなんでしょう、まあ、今日聞いてくださってる方の中には、まあ、これから勉強しようかなとか要件事実やってみたんだけどちょっとよくわかんないなっていう方も中にいらっしゃると思うので、まずその辺の本当に入り口からちょっとだけ、まあ、皆さんにねイメージを持ってもらうとしたらこういう方が一番いいと思ってて、それはね、我々はその生の事実をそのままね、訴状とか判決書きのような裁判文書に書くのではなくて、それに一旦ね法的に再構成したものを書いてるんです。それを要件事実としてイメージするときには思い浮かべていただくと一番分かりやすいと思ってます。実はね本人訴訟って言ってね弁護士をつけないで訴訟を起こしてくる方々もいらっしゃいまして、まだ多いですよね、結構いらっしゃるんですけど、はい、そういう方々は自分で訴訟などを書きますね、でそうするとやはりね生の事実をそのまま書いてきちゃうんです。ですから裁判官から見るとこれは本人だなとかね、あるいは本人訴訟でも司法書士の先生に書いていただいていることもあって、その時はねやはり司法書士の先生は専門家ですから法的に再構成した事実を書いてくるんです、その違いはね裁判官から見て非常によくわかるんですが、司法書士とか弁護士ってのはプロですし着手金などお金ももらってますから、しっかりねそれ法的に再構成した事実を書けないといけないんですね、でそれいう事実がその要件事実を書けるっていうのは本当にもうプロとしての放送のもう最低限の素養でして、それがきちんと備わってるかどうかを見るのが司法研修所の卒業試験なんです、で現在はねそれを予備試験やロースクールでもやるようになってまして、どうして民法の他に民実っていうね別の科目がなぜあるのかというと、民法だけやってるだけだとねそれがそのまま訴状にじゃあきちんと書けるかというとそうではないんですね。やはりそれは生の事実を民法をねちゃんと適用して法的に再構成した事実がしっかり書けるってね、その素養があるかどうかを見るのが民実でして、したがって要件事実はそういうものをしっかり書けるっていうね、そういうことができるようなのが要件事実っていうものだっていうふうにご理解いただければいいと思います。なるほどね、まあ、今お話にもあったように放送として最も基礎的な素養なんだと、はい、そして特に試験との関係では司法試験の手前に予備試験ありますけど、予備試験の民事の、まあ、実務基礎科目の中では重要なその要素、はい、それが試されるぞとか、それ聞かれるぞというそういう感じですよね。そうですね、はい、ですから、まあ、放送を目指すものは必ずやっぱりこれは学んでおかないといけない、はい、ということですよね。そうですね、はい、まあ、これこそ本当に皆さんプロになるためのね、避けて通れないものだと思います。ということなんですよね、はい、で今回予備試験受験生のための要件事実講義をねご担当いただくわけなんですけれども、もうその裁判官実務家として日々現場で要件事実をその、まあ、仕事で使ってこられて、まだその執筆先の本じゃないですけれども本当に、もう大量なの要件事実関連の執筆もされたり、まだ ご講演もされてるじゃないですか。そういう意味では本当に要件事実のプロ中のプロとしてね、もう自他とも認めるという岡口先生だと思うんですが、今回担当していた講座の特徴をちょっと教えていただけると嬉しいなと思いますが、いくつも特徴あるんですよね、まあ、大きく、ね、4つぐらいありますね、はい、1つ目は、ね、一番大事なところなんですけど、うん